ブロックの要になるポジション。セッターっていうことをそもそもやったことがなくて、ブロックをドドンって決めたときは、モンスターブロックって一回集まるじゃないですか。どういうお話をなさってるんですかここからちょっとバレーボールの話もお伺いできればと思うんですが、まずポジションについてなんですが、はい、えー、ンダ選手。はい。あの セッターがどういうポジションか教えてもらっていいですか、はいはい、えっと、セッターのポジションは基本的に2本目を触るポジションです、はい。ス。はい、以上です。相手がサーブを打ってきて、<で>レシーブした後の、トス。っていうことですよね。はい、そうです。あのー、で、トスを上げていくトスを上げていく。攻撃の起点になる。はい。守備から攻撃につなげるところの2本目です。 というポジションになります。はい、ちょっと今このぐらいにしておきましょう。はい、さあ、そして平山選手、ミドルブロッカーです。これはどういうポジションでしょうか、えっと、ミドルブロッカーの、えっと、名前からいくと、えっと、ミドル、ま、真ん中のブロッカーっていうのがあって、ま、基本的には、えっと、まずはブロックの要になるポジション、えっとネット。ネットの真ん中に立っていて、トスが上がった方にボールを追いかけてブロックするっていうのがまず 1> 1つ目の仕事で,、はい、でその後攻撃は、えっと、基本的には速いクイックに入ってこうコンビをまあでもコンビの一番最初一番速いテンポになるんで、まあ、攻撃の起点からまあそのオフェンスの何て言うんだろう組み立ての一番最初みたいなところにミドルブロッカーが入ってこういろんなコンビを組んでいくみたいな感じのポジションです。 皆さん運動量は多いと思うんですけども、もうやっぱりこの右に左にを振られるようなことも多分あるわけですよね、うん。そうですね。なんかあの、ジャンプ量を測ったりしてるんですけど、はい、チームで。セッターがやっぱりジャンプトスがいっぱいあるんで、はい、すごい、セッターの数値が一番多いんですけど、基本的にはその次にミドルが来るぐらいジャンプをしてるみたいです。うん、はい。<laughs> してるみたいです。はい、<laughs> なるほど。ありがとうございます。はい、さあ、そして北本選手、アウトサイドヒッター。 はい。どういうポジションですか、はい、アウトサイドヒッターは、サーブレシーブとか、後ろでの、バック、公営に行った時のディフェンスだったり、リベロの次ぐらいに一緒にこう、中心になるというか、っていうポジションでもあるし、そこから、えー、なんだろう、ちょっと乱れたケースとか、ハイボールって言うんですけど、そういうボールが、 2本目上がってきやすい。そういうボ,ボールが上がってきたら、どう対応なさるんですか。それは思い切り打ちます。思い切り打つ。<laughs> だから、守備もやるし、攻撃も存分になさるし。はい。っていうことですね。はい。なるほど。結構じゃあ、あの、後ろから打つみたいな。バックアタックっていうんですか。あ、もうあります。やります。もやるし。はい。 常にじゃあ攻撃参加の意識も持っておかなくちゃいけない、はい、ということなんですね。なるほど、ありがとうございます。さあ、吉武選手、はい、オポジット、これはどういうポジションなんでしょうかオポジットは、点数を決めるポジションです。なるほど、ちょっと本当に、あの事前に調べると、そのセッターの体格にいるみたいなことだったんですけど、はい、それはどういうことなんでしょう。 なぜセッターののにいるのかセッターが前衛のはまは2枚攻撃、基本前衛、前のフロントは2枚攻撃ですけど、はい、セッターが今度、後ろにいったら、まあ、私、スパイカーなので3枚攻撃できるその体格にいることでその、まあ、攻撃に厚みを持たせるような。はい そんなポジションという認識で大丈夫ですか。はい。パスに入らないんだよね。そうです。<の>基本攻撃専門みたいなぐらいのテンションです。ですそうです。大いろいろタイプがあります。オポジットにも。あ、はい。のあの同じそのポジション名でもいろんなタイプがあり例えばそのスプリングスだと長岡選手もオポジットなんですかね。いはい。攻撃専門タイプのオポジットで、はいえっと。 何シーズンか前は中川美優とかが入っオポジットに入っていた時は、はい、ゆずさんのパスが得意なので、まずパスの安定ということで入ってもらって、アウトサイドヒッターの選手がパスに入らずにバックアタックに入ったりとか、攻撃専門になるので、はい、そういういろんなタイプがあるけど、美香は攻撃主体のオポジットになっています、はい。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。 さあそして西村選手、はい、リベロ、まずは、試合を見てもらうと分かるんですけど、まず一人だけまずユニフォームの色が違うっていうのが、一番分かりやすいと思うんですけどで、その人は前に行くことができないので、まずポイン点数を取れないっていうところが、まあ、リベロとしての大きな2つの特徴かなというふうに思ってます、うん、リベロは最初からもう、あのリベロだったんですか そと途中からリベロとえっと、まあ、私自身このプロチームに入るっていうのはリベロとしていきたいなって思ってたのでリベロとして行ってたんですけどもちろん高校の12年生はスパイカーをしてたので、はい、スパイクも打てるっていうのも一応あったので最初はそういう形でやってたんですけどちょうど一昨年にえっに都営選手が引退されるっていうことだったので。 リベロをやるっていう形で、はい、スパイカーから転向しましまた点を取る気持ちよさもご存知だったと思うんですけどリベロっていうポジションは今されてみてみどうですか私自身そんなにもともとスパイカーでも点数を多く取れる選手身長も低かったので取れる選手でなかったのでどちらかというとそういうアウトサイドでも結構パスメインというかレシーブメインだったので逆に。 なんか、ナイスレシーブって言われた時だったり、いいパスだったって言われた時の方の嬉しさの方が自分の中で大きいというか、ういうのがあるので、別に得点が取れなくなったから、という気持ちも特になく、はい、ていい感じで転校できたのかなっていうふうには思ってます。なるほど。ちなみに、え皆さんは、その、最初から今のポジションだったんですかワンダイ選手は今、セッターですがセッターだったんですけど、はい、セッターを始めたのは中学2年生から。 それまではスパイク開始自分でやりたいという感じだったんですか <laughs> 大きい人が多くて周りに、はい、やっぱ先があるのはセッターっていうことをその時の当時の監督に言われて、はい、でそこからセッターをし始めましたちょっとこうたたる思いとかかかなったですか <laughs> 基本的に小学校中学校までずっとスパイクを打ってて今は全然面影ないんですけど <laughs> 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 そのセッターっていうことをそもそもやったことがなくてはい。 そのセッターをやってみて、もうトスレーンもすごいしんどくて、はい。でも、セッターになってよかったなって今は思います。そしてプロになってらっしゃるわけですからね。すごいですね。平山選手はミドルブロッカーはは、えっと、高校1年生からもう完全にミドルブロッカーで、中学生まではレフト、一応レフトでした。うん、あの、アウトサイドをやってました。 ブロックってすごくあの奥が深いものだと思うんですけども、はい、そのあたりっていうのはそう実際にこのやり始めた頃思い出していただいていかがでしたか、うん、私ブロック苦手であの、えー、苦手だしなんかあの自分の武器とか言われてもブロックって絶対言えないんですけど久光、まあ、に入ってからやっぱいろんなこう情報とかお手本があってそういう中でやるのはなんかその。 こう毎日毎年こう成長しているなという実感はあるのでなんかはいあんまり今はネガティブな気持ちはなくブロック頑張ってますおそらくそのいろんな情報をし、まあ、チームが収集しながらそういったものをこう受け取ってプレーもなさっていると思うんですけどあの監督、コーチがタブレットなんかをこう見ていらっしゃるじゃないですか西村選手あれどういった情報を見ているんでしょうか。 基本的にうちのチームは前に決まったプレー点数を取られたプレーだったり、はい、自分たちが逆に取ったプレーもこうで送り繰り返しというか、はい、巻き戻ししてもうワンシーン見れるみたいな感じのこう戻して私らがこうサーブとサーブの間って時間がちょっとあるんですけど、はい、その間に今さっきはどういうプレー感じで決められ相手から決められたのかとか 逆にどうやって決めたのかっていうのがこうスタッフに分かるようにえっとその前のプレーのワンシーンっていうのがもう一回再生されるようになってるっていうのと逆にこうすちょっと数字が出てきてまあ今どこにより相手のスパイクがどこに集まってるとかどこに決定点数を取られてるっていうのがすごい細かくいろんな数字だったり。 もう本当いろんな,なんか線だったりいろいろ、えっと、アナリストっていう、はい、役職もあるのでその方からすごくデータが送られてきてるのはベンチに座って見てます、横で。<laughs> そういった情報というのはどうやって選手の皆さんに共有されるんでですか <laughs> あでもタイムアウト中だったり私、リベロなんですけどミドルと1回だけ変わる回数1回あるんですけど、はい、その時に。 ちょっとコートの中の人にこういうことを伝えてって言われてそういう時もあればミドルももちろん外に出る時もあるのでその時にちょっと情報を言ってもらったりとかまあ一番多いのはタイムアウト中にこう担当のコーチがあるのでその方に結構こうちょっと言,われ言ってもらって情報を共有するっていうのが、はい、試合の中では。 はいここはタイムアウトだったりとかそのプレーの間でそうやって伝わることもあると思うんですけど、はい、その吉武選手必ずこう1回集まるじゃないですかバレーボールって。はい、あの時、皆さんどういうお話をなさってるんですかえー、でも場合その時と場合にもよるんですけど連続失点の時とか集まる時はこう1本切るぞっていう、はい、その全員で声かけして1回締めて集まる。 絶対集ままりますよね。うん、ボールが落ちたら、はい、点数取っても取られても集まるんでまあなんかそこでマインド何をするっていうのは決まってなくて、はい、いい時だったら今のナイスとか逆にあの例えば私はミドルブロッカーなんで、はい、こう例えばもう全然ブロックやばいってこう流れちゃったっていう時に南さんがバーンって拾ってくれて。 それが点数になったって言ったら、ありがとうとか言ってます。なんか、集まったときに。あもうすみません、もうちょっとまっすぐ飛びますとか、もうわって言えるし、うん、いや、でも全然いいよいいよとか、なんかそういう簡単なコミュニケーションもしてるんで、<ー>まあ毎度集まります、そこに。逆にこう、すごいブロックとかあるんですよ。とか、まあ、もちろんサービスエースとか、はい、その時は、まあ私もなんですけど、まあ、セッター、万代選手だったり、酒井選手だったり、もう飛び跳ねて喜んでこう、空気を良くするっていう意味でも、 なんかすごい集まる時もあります。もう客席からも、その気持ちを伝えていきたいなと思っているんですけど。その、よく使われる掛け声みたいなものっていうのはあるんですか。例えばあの、配給読んでて。はい、<laughs> ナイスキーってあるじゃないですか、ね。まあ、ナイスキーは、あ,ーあれは、あれは平野選手、ナイスキーはどういう時に。えっと、ナイスキーは、ナイスキル、なので。はい、あの、スパイクが多いですね。うん なるほど。はい。あの、スパイクで決めたらナイスキーって言います。ナイスキルだけど、ルは言わずにナイスキーっていうわけですね。<laughs> はい。なるほど。あと、いいサーブの時はナイスサーっていうことで。はい。いいんですよ。ほに何かあったりしますかあのな、なんか今はブロックをドドンって決めたときは、モンスターブロックって言われてます。モンスターブロック。あと何があるかななんかドシャットとかもなんか。 ああドシャッと、あでもそういうモンスターブロックですね。モンスターブロック、なるほど。どっちかというとモンスターブロックっていう方が多い。あ、ナイスアップとか言う？ああいます、ね。ナイスアップ、ナイスアップなんですか？あ<ー>あ、リグえっとレシ、相手の強打レシーブとかをこう上げた時に、はい、ナイスアップって言う。ナイスアップ。ナイスアップをされることが多分多いと思うんですけど、そういう時にスタンドからナイスアップとか言われたらちょっと。 そそこも聞きたくて例えばそのなんかこう結構そのコートの中の人たちはとかベンチのスタッフとかは結構言ってること多いんで別にこうスタッフが言われても多分同じように聞こえてるだけなんで結構練習の時からそういう声っていうのは日頃出してるので別にこう誰が出しても別に嫌とかは全然ないですし全然言って,全然言っていただいてはい嬉しいです、は。い モンスターブロックな応援がモンスターブロック入ってるんですよ、三菱の。なので皆さん、それと一緒にちょっと言っていただけたら嬉しいです。ホームページに皆さんのニックネームもあるじゃないですか、例えばそのニックネームで大きな声で呼ばせていただくようなことがあっても大丈夫ですかはい大大丈丈夫夫すニックネームあ みんなないんじゃないですかみかとかみなみとか。そうそうそう。基本的にはお名前でっていう。シオンちゃんってよく聞く。え、聞かないシオンちゃんは。なんか、マンちゃんって言われてる。ああ、自分はマンちゃん。マンちゃんとか。そうですか。でもそれは本当にもう、長く応援してる方がマンちゃん。あ、そうですね。いや、でも、うん、皆さんがなんかマンちゃん、マンちゃんって呼んでくださるんで、はい。あの、ご新規様も、なんかマンちゃんみたいな感じで、ああ、って感じです。マンダイ先生はマンちゃん。 平ラ選手はシオンとか、シオンちゃんとか。はい。北本選手はアヤネか、北窓ちょっとでも硬い感じがします。北窓って言って北本って言われました。そうですね。吉武選手は私もミカか、吉武。吉はないかな吉ヨッシーはあります。あ、ヨッシーはそうですね。西村選手はなんか、

声を出せるとこっちもまたね楽しくなってきますんでなんか適切なあの応援が届けられたらなっていうのはあの常々思ってますんであの間違っているときはまた言っていただいていろご指導いただければと思います本当ありがとうございます今回はバレーボールってどんなスポーツをテーマに選手の皆さんにお話を伺ってまいりましたえールールが分かればもっともっとバレーボール観戦が楽しくなるはずですぜひこの動画を見た後は佐賀久米津スプリングスの試合生観戦 に来ていただきたいと思いますでは代表してマナイ選手、はい、皆さんメッセージいただいていいですか10月から新しく sv リーグが始まります私たちは sv リーグ初代優勝初代女王を目指して頑張りますと皆さんのご声援が本当に力になるのでぜひ会場に足を運んでいただいてぜひ声を出していっぱいみんなの名前を呼んでいっぱいバレエ用語 声に出してもらもらいながら、まあ、この動画を見てよりなんかバレーボールって面白いな奥が深いなって思ってもらえる一つのきっかけになったらすごい嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。さすが、ありがとうございました。ミハイル。 さあ今回はバレーボールの楽しみ方初級編をお届けしたんですが次回の中級編では各ポジションの魅力、注目ポイントを深掘りしていきたいと思いますぜひご覧いただきたいと思います、えー、今日は見ていただきましてそしてお疲れのところたくさんトークしていただいてありがとうございましたありがとうございました